フリーマン、俺も大谷も怪我してるからな。せや、結果。ドジャースの F フリーマン内野手が28日、日本時間29日、ワールドシリーズ第3戦、敵地ヤンキース戦に3番1塁で先発出場。初回に第1戦から3試合連発となる先制ツーランを放った。0-0 の初回1失、左肩をあだっきゅうしながら、1番 DH で強行出場の大谷翔平投手を1塁に置き、野軍先発ウアン・シュミットの内角カットボールを右翼席まで運んだ。延長10回にワールドシリーズ史上初となる逆転サヨナラ満塁本塁打をマークしていこう。勢いが止まらない。ブレーブス時代の21年から5試合連発だ。現時点で今ワールドシリーズの MVP 最有力候補となっている。フリーマンはシーズン終盤に右足首を捻挫しながら強行出場を続けていたが、ポストシーズンではメッツとのリーグ優勝決定シリーズまで大不振、同第4-6戦を欠場したが、ワールドシリーズまで4日間試合のなかった日で治療に専念し、見事な復活を遂げた。 MVP 決定なんやな。これは MVP ですわ。ヤンキースファンヒーリエで草。大谷、肩あだっきゅうしてます。フリーマン、足首ぐねってます。2点先生。フリーマン、大谷も俺も怪我してるしな。せや、ホームラン。2人とも歩いて得点できる最高の結果。なんだこの怪我人、神すぎる。大谷塁に出させてスライディングさせようとしても無駄や。無理に走れない大谷マスに負担かけたくない自分のレギュラー割る最高の結果やな。怪我人にビビって怪我人にホームラン打たれるの草。マジすげえよ。まあ2点じゃ決まらないとは思う。フリーマン、大谷を歩いて返したい。ワールドシリーズはフリーマンのためにあるのか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。